違って油性の消えないやつ持ってきたとかじゃないですよね。そう言われるとあんまりよく見てなかったかも。いやいやいや、どうするんですかこれ。大量の除光液がいりますよ。まあちょっと部長。すまないと言っています。謝る気ないだろう。もしかしてこのサプライズは小山先生も。ええ、小山先生プレゼンツです。小山先生ありがとうございます。いや、小山先生生きてますから。でもやっぱり暗いです。え、何かしらあの光、誰もいるはずがないのに。確かここだったかしら。これは私たちの大切な冒険の証なんだから。これには訳が。話は職員室で聞かせてもらいます。でも内巻くんってそこまで勉強ダメだっけ。コレちゃんはともかく、内巻くんは前回のテストでは平均点取れてました。コレットさんはともかく、今回はいろいろとあってテスト勉強どころじゃなかったんです。え、何かあったの。今期のアニメ良作が多くて週30本は見なきゃいけなくって。ダメだこいつ。なあ内巻、何ですか。すごい近いんですけど。今部室には俺とお前だけだ。は？男同士二人だけだ。言いたいことわかるだろう。いやだ、分かりたくない。待て、お前なんか勘違いしてないか。引き分け狙い感がちゃんと出てますね。それ褒めてるの。でもちょっと面白みないかも。いや、デッサンだからこれ。あー、何よ。失礼、でも僕なら単純な模写はしませんから。ほうほう、どれどれ。今回可愛さは抑えてみました。よい、こんがり焼けました。やりすぎた。何これ、ちょっとこれちゃん。ああ怒られる絶対。お前らいつの間に番号を交換してたんだ。え、報告してくれよ。いや、それはスマホの不具合でなんか勝手に。そりゃ大問題だな。じゃあ消しといてやろうか、内巻の番号。そんなことしたら部長の存在も消します。パーツで作って合体させます。合体、師匠合体です。うむ、ガシャン。ぬぬぬぬしゅたガシーン。でねおお、宇佐美さん。はい。パンツさっきから見えっぱなしですよ。え、いやー、絶対前見
え、ダメなんですか？当たり前でしょ！ウサミは怒るぞ。そうですよね。場合によっちゃ殺されるな。そこまで行けますか？どんだけあれ気に入ってるんですか？あれってお前、一応先輩だろう。え？あれ先輩なんですか？当たり前だろう。お前より半年早く美術部にいるんだし。あんなのまで先輩として扱わないといけないとは、日本の縦社会は厳しいですね。お前今日毒舌だな。なあ宇佐美。何ですか？電話帳に内巻の名前がないんだが。え？ああ、ひょっとしてこのスバルってやつか？下の名前で登録とはな。なあ、おい、悪かった、すまん。わかったわかった。わかったって。もしかして付き合ってたりして？遊んでると宇佐美さんに怒られますよ。ねえ、あれ？ついついね。変なところで乗らないでくださいよ。じゃあ俺は立花先生と。うわ、変態がいる。いや、お前に俺とかないわ。そんな傷が押してないし。時間ないですからやりますよ。覚悟なんて生まれた時から、いや、生まれる前から。儀式開始、儀式完了。これで終わりですか？何ごっこなの？さあ、鳥？え？そう、鳥、バードです。バードです。なんで流暢に言い直した？バカにでそんなに何言ってるの？早いすぎるよ絶対。隠してたけど、彼とは初めてじゃないの。実は私たち、リンの転生を繰り返して巡り合い続けるデスティニー。なんちゃってただ持って帰りたいだけでしょ。な、何を言う。だったら僕が捨てときましょうか。僕なら三次元とか関係ないですから。お前今それ持ち出すか。いや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 。何やってるの？違うんです、宇佐美さん。いや、これはだな。最低。誤解です。そうだ、話せばわかる。近寄らないで、気がらわし。そう言ってもらえると、集めた甲斐がありますよね、内巻くん。でも僕は嫁を書くのに忙しいので、それをやる時間はちょっと。そうですよね、今頃急に言われても困りますよね。ちょっと、せっかく先生が考えてくれたんだから乗ってあげないとかわいそうでしょ。先生ってかわいそうな人なんですか？え？こら！伊守さん？あ、なるほど、男子トイレね。確かに紳士ですね。じゃあここは内巻くんをお願い。淑女な私たちは入れませんのでね。え？あ、あ、淑女？あ、そザマスって。確かに私火属性っぽいから、雨は弱点属性なのではって思うかもしれないけど、これで案外水属性もいける口で。いや、そんな角度の心配は1ミリもしてない。土日はうちで勉強合宿やってあげる。え、いいんですか？うん、ちょうどお父さんもお母さんもいないから。違う、そういう意味じゃないの。別に親がいないのをいいことに泊まってもらおうなんて、はつらい考えは全然なくて。落ち着いてください、肩車。いやいやいや、私スカートだし。わがままですね。じゃあ伊守さん、お願いできます？大丈夫？重くない？平気、軽いよ。うそ、
本当は重いでしょ。軽いってば。そっか、よかった。なんで、あんた、うそみか、そこまで言われなきゃなんないのよ。頭きた。ちょっとうそみか、落ち着いて。何様なのよ、あんた。そもそも誰よ。だ、そういえば自己紹介がまだだったな。僕は2年の。うるさい。何やってるんですか、伊万里さん。伊万里さん、これは雨？それとも涙なのかな。アルシアン戦記第2章、モリアーナとの決別シーン。正解。じゃなくて風邪ひきますよ。ダメだ、なんでもなくない。めちゃくちゃ意識しちゃってる。だってこんな狭くて暗い部屋に朝まで二人き、ほこり立つからやめてください。宇佐美さん大丈夫ですか、さっきから。大丈夫じゃないよ、だって二人きりで一晩だよ。あんな妄想見ちゃうし、部長が言ってたこと否定できないよ。ねえねえ、あ、見てほら、こんなのまであった。な、何それ。抱き枕、抱いて寝る枕、そのまんまだね。ずっと田舎だったから売ってるの初めて見た。いや、私も初めて見たけど。いでよ、グングニルの槍。短っ、グングニル短っ。ごめん、私の魔力ではこれが限界。これじゃ先っぽだけですよ。でもグングニルだから。ルーン文字はちゃんと書いてあったりして。そうそう、グングニルだから。適当に投げてもちゃんと掘れる。そう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 。はい、終了、はい、終了。じゃあ力仕事は藤巻くんね。まあこれで分かったでしょ、愛は次元を超えない。そうですよね、やっぱり嫁は自分で書かなくちゃですよね。違う。決まってるでしょ。まずそれは分かってるけど。誰だお前は。捨てるなら私がもらおう、リサイクル、エコマンです。ちょっとそれ使うんだから壊さないでよ。くらえ、必殺のリサイクルビームライナーだ。どうも、こんばんは。何よそんなに改まって、いつも通りでいいのに。だって、ん？じー、お構いなく。構うわ！どう？内巻くん！ねえ、内巻くん！いやいや、あれじゃ出るものも出ないよな。言えてる。違う！ちび。こういう時は普通の女の子なのね。似合わないか。ねえ君、今回は内巻くん仲任しちゃっていいからね。え、あ、宇佐美さん、同じ美術部の僕を裏切るんですか。ビーッ。な、何があったの。昨日はアニメ第5話の放送日でした。素晴らしい作画、可愛いキャラ、平和な A パートでした。しかし B パートになって発覚したんですよ、あのメギツネに彼氏がいたことが。僕という存在がありながら、これは完全なる裏切り行為ではないでしょう。うわ、めんど。